YouTube 飛ばすからな。これ福山さん、もう一回尋ねて、この市長のハンコがないのはどういう意味ですか。これ市長のハンコがないのはどういう意味。これに、うん、なんでないの。これに市長のハンコ。27年の方に。ああ、27年の方に。これ前も言わせていただきました通り、もちろん相手さんにはいるんですけど、いやそんなんないって。言い訳は言うて、言い訳言うて。あ、じゃあもう単純にもうこちらで行員を取った機会がなかったので、私らはその当時の担当者ではないので、その担当者誰な。担当者じゃないのでって今言うたな。担当者誰。その今私いただいた、させてもらった。この担当者これやな。当時担当これやな。ほんだ福山さん入っとんな。これハンコあるな、この中に。こっちは今の去年の方です。これ前のやつはこれか。以前のやつは以前のこっちです。これやろ。こっちでは平成20年です。ほんだこれ誰誰わからへんけど言うてえな、教えてえな。誰誰このハンコは誰と誰ですか。言うて、これは誰、部長誰か。のぼり。ね、のぼり。おのぼり。おっぽの鬼のぼり。そうですね。おのぼりやな。こう書くやな。おのぼりさんやな。部長やな。で、次長は誰。次長と課長兼務してるんで、どっちも服部です。服部とはどうなんや、こうか。どうやな。これ服部、これが次長と兼務してるんで、同じ次長と課長やな。んで、これはちょっといいですか。ちょっと進んでもらって、松井は仲がいいやな。こうやな、うん、係長やな、係長やな。さあもう一回質問しますね。これ担当者が違う言ったけど、在籍いまだにこの役所に在籍しとるメンバーいてますか。誰か服部さん、 おのぼりさんいうの、お父さん。ああ、服部さん、それと松永さん、誰か在籍する人いてる。役所に部署は違うけど、退職されてます。全部部長までいてませんな。いない、いない。誰も、もうみんな退職か。だ、この人だけおるんか。松永さんだけおるんだよな。何部におるの。何だろう。課税やな。税金の税。あ、そうです。か、加えだよな。課税やな。課税か。課金の代わり。課金の代わり税。同じやで。この課に課税か。あ、課税か。課税か。そうか。うん。まあいいわ。ほんで、これ、最初からわしな、疑問に思ってたけど、岡山さん2回目の時出てるわな、去年出したやつ。あ、なんでこれ2つ合わせたら、なんでこれまた7010部入れることになった。
現場見たやろ、ふたぐら。いや、違うの。浸水になってる。浸水になってる。これ変わっとらへんと思いますけど。5万7千からは変わっとらんと。いよいよ。これ。使用料。これはね、残。なんでな。残り。え残り。盛り土。量ってなっとるやん。何を言うてんの。だから残り3万7千の、残りが7千ですっていう、そういうこと。ほんな3万7千プラスやん。いやいや、残ってるのはどこにも書いてない。でもこれはプラスではない。それはあんたらが勝手に判断してるんだ。どこにそれ書いてあんねん。これ公文社で、あんた4万4千入っとることになっとんねんで。これこんな図面に、だいたい前言うたのかな、私福山さん最初に来た時に、北海道から沖縄まで日本の農地方で農業委員会が確実に仕事をしているところは最高にもって2メーターまで田んぼ土壌改良するとき、なんで土壌改良、いやいや土壌改良だ、だ転校してもこれが出とるやん。これが出てますやんか。あんたそれをへりくつ言うねん。あんたこれ図面見たんやろ。で今これなってるか。図面の変更出てないねん。最終的には出てます。どこへ出たん。出てるね。その ひらめきは最終的ちゃうやない。持ち出さなあかんねん。なんでそれを認めたんや。先にこれをちゃんとこの図面通りにするのが、なんで言うたら2年間放置してたんや。あんたら5年間1回も立ち入りも何もしてないやで。業者から出せってね、1年間に毎年出せってそれも受け取ってないやで。何してたんやそれやったら。あんたら職務怠慢でこういうことを放置しとるねん。それで図面変更だったからそれ認める。そんな行政なんかどこにもないで。どこの行政そこかに歩いたら教えてえな。調べるわ。1ヶ月前は言うよやろ。言わしまんな。こんなアホなことがどこの世界にあるんだ。やろ。おたくらこれ図面この通りに変更届出される前にこれは何やと2回出されとるんやで。変更届であんたこれ1回目と2回目と同じ図面が出されとるんやで。それ誰が精査したん。2回目はあんたらやな。どういうことやそれやったら。2回目はじゃあこれ1回目と2回目が同じ書類出とるがな。それはどういうことや。それを変更届けて3回目変更届けはないで。行政指導が入って当たり前やで。それなんで要請が。あんたの責務やで。許可を増してや1回目に市長の確認ないやで。確認がないことで公員としてこれ3万7千竜兵から最初から入れて何を入れてるの。違うやで。見したろか。あんたらは何もしなかったいう証拠ここにあるわな。今日市長に議会に全て公開質問状出すから。これやあんたらがわしに出してきた公文書や。全てこれも1回目犯行がないわな。そして図面はどんな図面が出とるんや。こんな図面を受け取ったるわな。この行政の図面っていうのはここへ条約が書いてあって、このページやで。これ東司令委林第4の13号列支申請一時転用は次の条件をつけて許可します。能垣垂どんな市長の平成27年3月26日が事後やわし。あこれちょっと怖いな。伊賀市岡本栄これなんで判こないの。それだけ聞かせて。すいません、もうちょっと声大きくしてください。お聞こえへん。な市民も来とるんやから人に、ね、もう、うん、な大きく答えて。なんでこれ市長のハンコがないん。それに許可してここに3万7千竜兵国交省の
河川の土砂を掘り込んどんねん。さあこの証拠写真見せようか。これはいつの写真や。あんたらがそういうことをな言うやろう思って、ちゃんとこれこれやな、これやな、これやな、これよう見といてや。これ日付入りやで。まずこれが昨年の3月4日、この3月4日、これな。そしてこれが3月27日、まだあるで。これ3月27日どうなってた。これ富士山なっとるで。ダンプカーボコボコ入っとるで。わし福山さんに会いに来た行こうやで。これ違う。わし高校用してもらったん1月やで。それでもおたくら動こうとしなかったんや。指摘したんや、おかしなことが行われてると、あの現場で。しかしこれこのように変形するまでな、こんな富士山になるまで放置しとったんやんたらな。そしてこれ絶景京株式会社京株って貼ったんな。このダンプは調査したところ伊谷のダンプらしいな。白とこの柿色、これ絶景貼ってるな。国交省も今調べてるん、全部書類提出しとるん。だから福山さん、おそらくな、おそらく皆さんご存じないと、退職してあるって。これ以上は機関とくな。しかし2回目からはな、課長違うで。2回目からはあんたがここでわしから聞いたことをやってるんやから。 なおかつそれを3回目の図面変更で取っとる。その事態はもうあの時点でこれ土砂許可のないところに国交省の土入れとるんや。これ売っとるんやで。この富士山になった土を売ってる先も分かっとるよ。2箇所は分かってる。他にも売っとるか分からん。こういうことがこの岩市内で行われとった。最後にただすのはこのように調べていって、あとは市長、果たしてこれがまともな東民のための行政であるかどうか、そして環境法を崩壊してるんじゃないかと、こういう疑問を持ってるから。それを崩壊してるっていうことは職員の職務怠慢分かったときにしたら、ほんだこれ福山さん、これを見てどう思われますか。これ今日の現場です。これ何をするってお宅に覚書や念書出しとんの。詫び状も入ったんちゃうの。2回目もらうときに詫び状持ってるでわし、公文書で詫び状が入った上にこれかいな。堂々の詰まりがこんなことかいな。これを放置してるんやろ今でも。これはそうやな、出さなあかん土やから。3万7千リューベのうちの最低3万リューベや、出さなあかん土地やからない。この図面を正解にして、そんなあんたらにはそんな権限は与えれたないんや。あんたらが自分らの権利を課題な、職務怠慢の上課題しとるわけや。田んぼや畑が消えていっとる。それを農業委員会が放置しとるわけや。もっともらしい書類だけや公文書作って、あとはこれやりっぱなしやないか。これが伊賀市の農業委員会の行政でっか。わしはそう思いまへんで。よその農業委員会ともいろいろあれするけども、市長の印鑑もないもんで、行政がそれを管理監督もせんと分かって言いながらこれを放置してきた。その責任は誰が取るか知らんけど、
山さん、これはこのイガシ自体の問題です。こういうことが環境問題、今大きく問われているときに、特に農業委員会なんかは世界で協議されているようなときに、自分たちの町の田や畑を守ってくれるのもあんたらの委員会とちゃうんかい。田んぼを畑にする言うて、嘘のこれ、今になったら虚偽の、わしらの言わしたら虚偽の図面。それ一回ならな、福山さんでも、いやいや、これ一回目の時だったら二回目是正させましたということができても、二回目は一回目の時の図面を見て精査されたはずや。それで許可やって、3回目も3万リューベから土を入れて、その上にほったらかしになった今日のこの写真、これが伊賀の市役所の農業委員会の、ほんまにこれがそうですか。誰が市が伊賀の市民が納得する思いますか。こんな誰も納得しない思いますせ。だからもっと危機感持って、こんなおかしなおっさんが調査に来た時には、おたくら今まで山添さんのそうや、こんなことを調査して開示請求したのはおそらくわしだけや思う。この東に来てまだまだ調べることあるんやで。だからこれもうここでタッチすることは、これから福山さんがこの問題どのようにして判断したのか、これに尽きるから、後日またそれはいろんなこの役所の中で議員や市長に対して、今日ちゃんとな、私が出すな、見せてあげるわ。これや私の公開質問状、これが私の公開質問状やな。これから出す公開質問状、これ疑問点が全部書いてるから、これに市長に回答してもらうから。これが私の公開質問状、これは市長と議長と総務課、文章がこの前来てくれたわな、ここに私の考慮までついとるわ。ここ地球環境問題の考慮、これをつけて、そして地元住民がいくら正そうとしても何の回答もなかった。そしてこの中において、この問題は先ほどの写真、写真に対して全てに正直にこれが書いてる文章、さっきの黄色いトラックとか、なんでこの車がそこに止まってたのか。だから中途半端で声が大きいか知らんけど、福山さん、わしいつもそんなはずや、わしいつもそうや、よう言われる。柴良太郎先生にも言われた、堂村さん、あんた声大きいな、私あの先生にいろいろ教えてこうとるんや、な、東大阪の。しかしこの問題は今日限りではないことを皆さんに伝えて、今日の面談終わります。